それでは、iMovie で、テキストを使った動画を、作る方法をお話ししていきたいと思います。はい、それではですね、まず、テキストですね、今回は、私のブログですね、このブログの、こちら文章をそのまま、動画にしていくと、いうことをやっていきます。で、文章と必要なのはですね、文章と、あとは背景の画像と、あとは、音楽ですね、BGM、この3つを入れていきます。はい。それではまずは画像 を検索しましょう。画像のダウンロードですね。で、画像を、素材。画像素材フリーとか入れるとですね、画像の背景が出てきます。で、まあおすすめなのはこの足なりっていうところですね。登録とかも何もいらずにですね、すべてこの足なりっていうところは無料でいろいろ使えますね。はい。で、今回は背景が背景なので、ね、まあじゃあ今回この爽やかな、こちらの画像をダウンロードしますね。はい、今こちらに、ダウンロードできました。はい、で、次 BGM ですね。で、BGM は、今ですね、YouTube の、ここではなくてですね、YouTube オーディオライブラリーっていうのがありますので、YouTube のオーディオライブラリーって、ここはですね、無料で YouTube が出してる、音楽があるんですけども、これはですね、いくらでも使い放題、著作権フリーですね。こちらを使えるので、こちらを使っていきましょう。で、今回は、こういうふうにですね、いろいろと選んでいけるんですが、短いのであればそれをつなぐんですけども、長いのであれば1個使えば、十分です。ので、今回は長いのをちょっと使っていこうかなと思います。はい、じゃあこれでいいですね。とりあえず4分。こちらを使っていきます。で、これでダウンロードされましたね。今ダウンロードされたのはこちらに入りました。はい。で、今この2つを、使っていきます。はい。で、こちら iMovie まず開いてもらうと、まあ、このようなね、画面になると思いますので、まずはこちらの背景の画像の方をこちらに設置します。まあ、そうするとね、こういう風になりますので、これを、画像はですね、永遠とこういう風に伸ばせますので、こうやって伸ばしちゃいますね。はい、まあ、ひとまず、まあ、適当にここまで伸ばしましたが、これを、ここに、これが背景ですね。背景。これが背景になりますので、ここにこう、真ん中に画像を入れたいわけです。あ、違います。テキストですね。テキストを入れたいわけです。ではテキストを入れていきましょう。テキストを入れるときはこちらの、タイトルっていうところで入れていきます。今回は長文を、ずっと流しておくようなテキストの動画を撮りますので、こちらのエンドロールっていうものを使いましょう。こちらのエンドロールでしたら、ですね、ずっとこうして流れていくようなこういうふうに、ね、こういう動画を作れますので、長文入れてもずーっとね、この長文がずっと流れていくような状態になるので、エンドロールというものを使いましょう。はい。で、問題の
テキストですね。これは今回このブログのテキストを使っていきます。これは皆さんご存知の通りコピーしてもらって、はい、これコピーしますね。はい、コピーしました。では、こちらの入れていきます。ここをですね、このタイトルっていうところをダブルクリックすると、こういうふうに編集できるようになりますので、これを、全選択しますね。で、一回消します。そうしましたら、先ほどの文章をペースト。はい。ペーストすると、このようにですね、全部ペーストされます。で、一度ですね、ここで、今ね、白くなっちゃってるのは、こういうふうに、なんか一回全部選択するとね、こういうふうになってしまうので、まあ気にせずに、こうやって戻せばね、ちゃんと戻りますんで、白くなっちゃって、白くなっちゃってましたけど。これだとちっちゃすぎる、まず。文字はちっちゃすぎる。まず文字を大きくします。またここダブルクリックをしまして、まずフォントですね。フォント。基本的に読みやすいのは、これのピラギの角語 STDW8 っていうやつ。これは結構太字で読みやすいです。これはね、一番上のタイトルとかに使ったらいいと思いますね。で、この基本的に最初は、このピラギノってやつを使うと、あ、ひらぎのですね。ひらぎのシリーズを使えば間違いないです。なので、普通の本文は、明朝。ひらぎの明朝っていうのを使って、これ何が違うかって、これ太さがね、文字の太さが違ったりとかするんですけども。ひらぎの明朝 W6 っていうのを今回は使っていきます。これ非常に見やすいので、こちらでとりあえずやっていただければいいなと思いますけども、で文字の大きさはこれで変えれます。はい、でここで、選ぶとかなりちっちゃいところから大きいところまで選べるんですが、別にこれで選ばなくてもですね、ここで、40とか自分で指定すればその大きさにはなります。まあ、今回はとりあえずなんか40が良さそうなので40にしますね。はい。で、ブログの文章がね、このままではおかしいんで、ちょっと訂正します。はい。で、一番上のやつを消したら、これ、真ん中ですね、センターになったので、ちょうど良かったですね。センターのままでいきます。で、文字は40ぐらいで、まあ、良かったかな。で、言葉がですね、文字は、ここで、色は変えられますんで、ここで変えてください。まあ、黒が一番見やすかったかな。今、背景が、青っぽいので、まあ、黒が一番見やすいかなとは思いますね。はい。もともと開業とかこれブログはね、そもそもなってるので、まあ、このままでいいかなと思います。はい。で、先ほど言っていたですね、この一番上のタイトル。タイトルだけちょっと、じゃあかっこよくしますか。では、大きくします。文字、フォント変えますとかいうのであれば、例えばこのひらぎのの、括弧ってやつをこう使いまして、じゃあこれを倍の80。大きすぎるから60くらいかな、はい、まあ60ぐらいでね、このフォントを変えるだけでこれインパクトのあるねフォントになるので、まあ、こういう画像を高い画角をつけなくてもいいかなっていう、まあこういうふうになるんですね。はい。で、これがひとまず文字ができましたんで確認してみますが、これ一番初めに持ってきてここをクリックして、で、スタートボタンしますね。めちゃめちゃ早いですね。これは絶対に読めないので、まあ、そういう場合は、
このですね、スローモーションというのを使います。まずここの、ここをクリックして、この黄色で選択したら、スローモーションですね。このスローモーション。スローモーション使えないのかな。文字は。あ、そうですね。これ、文字はスローモーション使えないので、この、要はこの尺を長くすることによって、文字のスピードが遅くなります。なので、このね、時間をどんどん増やしていくという形になりますね。で、これなんかこう、わけわかんなくなっちゃった場合は、これ大きく見てるんで、ここで全体を小さくするとこんな感じで、ちっちゃく見えますので、ちっちゃくして やりましょう。で、例えば、これを2分に、しますと、遅くなりますね。これぐらいのスピードでいいかな。ちょうど2分。切りもいいので、2分にします。なんか実際見てみると、ちょっと一番上が大きくなってないので。ちょっとこの設定だと一番上は大きくならないのかな。一番上だけ大きくするというのはできないですね。なので大きいの、あそこだけ大きくしたいというのであれば、タイトルは、また新しく、こういう違うものがありますので、こういうものをまたこの手前にね、手前に入れて、で、大きくすると。あと別のものを入れるっていうイメージですね。で、今回はこれ、テキストをこういうふうに流していくっていう動画なんで、そこまで作り込まなくてもいいと思いますので、文字のね、大きさとかも、この同じでもね、全然いいと思います。今回は同じのままやっていきます。で、下の背景も同じ、長さにします。はい。これで2分。両方とも2分ですね。これで OK です。はい。でこれで、画像とテキストができました。で、一応スピードも。はい、こんな感じですね。OK ですね。そしたら次 BGM 入れていきます。こちらですね。この BGM も、このまま、こちらに入れていくと。はい。で、これ4分のやつにしたんですけど、実際2分だったので2分でもよかったですね。逆にちょっと2分のやつ探してみましょうかね。だいたい2分ぐらい。あ、これとか2分ぐらい。ちょっと変。これちょっとポップでいいかな。2分19秒ですね。では、これを入れていきます。消しちゃいます。では、次これを入れていきます。はい。ちょうど2分ぐらいなんで、いいと思います。再生してみますね。こういう形になるわけですね。これぐらいのスピードだったらちょうど
と読みやすいかなっていうですね。はい、これで OK です。で、ですね、この最後なんですけど、ちょっとこれ余ってますよね。まあ、でも最後これね、いい感じにここで終わるので、ちょっとこう合わせたいですね。この場合は、これを伸ばして、これ伸ばしてね、やると思うので、そしてこのスクロール自体もね、スピードが合うので、ちょうど。これでちょうど終わるという形ですね。はい。まあ、これはこんな感じで、これで全て終わりですね。で、あとは、まあ、してると思いますけども、こちらのマークで、書き出しですね。これで、あとは書き出して、であとは、書き出して、YouTube にアップするという形ですね。はい。それでは、今回はこれで、iMovie で、ビデオをですね、テキストを、ビデオにする方法、こちらで終わりたいと思います。はい、以上です。ありがとうございました。